にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画ではペットとして大人気の胸赤オアリ、黒オアリ、梅松オアリの3種オアリに、今よりさらにコロニーが発展するように天然ミルワームを肉餌として与えていきます。この動画を最後まで見ていただくことで、オアリ3種のミルワームの食べ方の違いを楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。先日ツイッターでポルチーニ岳の中から天然ミルワームを発見したことをつぶやきましたが、今回はその天然ミルワームを与えていきます。ミルワーム自体はすでに死んでおり、死ぬ直前に冷凍保存していたのですが、実際に動いている映像がこちらです。画質が悪いのですが、非常に息がいいのがわかります。ではまず、胸赤オアリに天然ミルワームを与えていきます。ミルワームは今回、複数のオアリに与えていきますので、分割しています。分割した一つを、ピンセットを使って、給水口から直接入れていきます。早速、マーカーたちが食いつきましたね。今はミルワームの表面についた、切り分けた際に付着した汁を舐め取っていますね。女王もみじは、マーカーたちに食べるのを任せています。後で栄養交換で養分をマーカーから受け取ります。一匹のマーカーがミルワームの中に顔を入れています。アリたちは、ミルワームの外側の皮の部分は、硬くて栄養も少ないので食べず、中のタンパク質が豊富な肉の部分を食べます。これは大体どのアリも共通ですね。マーカーたちが、女王もみじの目の前にミルワームを持ってきました。ですが女王もみじは微動だにせず、マーカーたちが食べるのを見守っています。マーカーのお腹の白い部分が少し茶色くなっていますが、これはミルワームの体液を吸ったからだと思います。この部分は食べた餌の色で変わります。マーカーが口移しで、女王もみじにミルワームの栄養を分け与えます。栄養交換です。もみじにミルワームのタンパク質が入りました。これで、もみじ一家も、コロニーの超発展間違いなしですね。最近、新たに6個ほど卵を産みましたが、さらなる産卵も期待できます。翌日、女王もみじ自らミルワームを食べていました。初期コロニーでマーカー数も少ないうちは、女王アリも自ら狩りをすることがあります。貴重映像です。ここまで、胸赤オアリの映像をお送りしました。続いて、黒オアリの映像に移ります。黒オアリです。前回動画に引き続きの登場です。幼虫も眉もたくさんできています。メジャーワーカーの眉も2個ほど確認できます。早速、黒オアリに天然ミルワームを与えていきます。少し早送りしています。チューブの差し込み口から入れていきます。脱走が怖かったので、手元が狂ってますが、これもご愛嬌ということでお許しください。早速ワーカーが食いつきました。ここで、胸赤オアリの初期コロニーとの違いが出ます。ワーカーがミルワームを餌と認識すると、ゴミ置き場の近くまで運んでいきます。これはおそらく、ゴミ置き場のところが、保管場所であったり、肉餌を食べる場所になっているからだと思われます。今一生懸命擬餌をかけています。生きた餌だと認識したのかもしれません。
もう一点、ミルワームを与えてみました。やはり、ゴミ置き場の近くまで運びましたね。クロオアリはこのように、餌を一時保管場所みたいなところに運ぶ習性があるようです。前回動画でも、カツオ節をこの場所に運んでいましたね。クロオアリでは、ミルワームを入れてすぐに食べるのではなく、少し時間が経ってから食べていました。女王との栄養交換は確認できていませんが、おそらく、コロニー全体に栄養が行き渡っていると思われます。翌日、ミルワームに穴が開いていました。ちゃんと食べてくれたということですね。これで、クロオアリ一家も、コロニーの超発展間違いなしですね。ここまで、クロオアリの映像をお送りしました。続いて、ウメマツオアリの映像に移ります。ウメマツオアリです。ウメマツオアリは現在、陽一さんの木星巣で快適に暮らしています。このウメマツオアリに、天然ミルワームを与えていきます。では早速与えていきます。ウメマツオアリには餌場をつないでいますので、巣の入り口に置いていきます。早速マーカーが反応していますね。ミルワームの汁がピンセットについていて、置くのに少し苦戦しました。マーカーたちが食いつきました。実はここから、あまり変化が起きなかったので、マーカーたちがミルワームを食べる様子を8倍速で見ていきます。数時間経った後も、ミルワームは巣には持ち込まれず、入り口で数匹のマーカーが食べていました。クロオアリは巣の一時保管場所に持ち込みますが、同じオオアリ族でも、ウメマツオアリは巣には積極的には持ち込まないようです。ただこれは飼育下なので、自然界とは違う現象が起こっている可能性も大いにあります。ウメマツオアリも、ミルワームを食べたので、コロニーの超発展間違いなしですね。現在卵もたくさんあるので、期待できます。今回の動画のまとめです。今回は、ペットとして大人気の、ムネアカオアリ、クロオアリ、ウメマツオアリ、の3種オオアリに、天然ミルワームを肉餌として与えて、食べ方の違いを観察しました。ムネアカオアリは初期コロニーのため、女王自らも食べ、クロオアリは一時保管場所に運び、ウメマツオアリは餌場で食べる、という違いが見られましたね。もし、うちのムネアカオアリはこうだ、とか、クロオアリはこうだ、とか、ウメマツオアリはこうだ、などありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。同じ種類でもコロニー同士の違いを共有し合えたら、とても楽しいですね。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信する、アリの飼育に有益な情報を素早く手に入れることができると思いますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。ではまた。